おはようございます、なごみ家です。今回は毎月の購入品紹介シリーズということで、先月4月に購入したものを全部で8つご紹介していきたいと思います。まあ、結構いい買い物はいろいろとできたんですけれども、明らかに使いすぎてしまったなという感覚が否めないので、ここで情報として残しておくことによって、まあこのモヤモヤとした感じをちょっとでも成仏できればなというふうに思っています。まあというわけで、早速ねご紹介していきます。いきましょう。はい、ということで一つ目はこちら、ドリーポットと呼ばれる三脚一脚の類のものになります。これがですね、まあまず下にキャスターをつけることができて、こう自由に動かすことができる。三脚とかですとやっぱりこういちいち持ち上げてこう移動しなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、その点でかなり移動の自由度が上がるっていうところが一つと、あとここですね、これ、まあ、高さのこの調節がものすごく簡単なんですよ。これ例えば三脚だとこう3つの足それぞれをこう高さを調節していかなきゃいけないので手間もかかるし、まあ、なかなかこう地面と水平に立てるのが難しい、微調整が大変っていうところがあったんですが、これならシュッシュッとこう細かい位置調整も簡単にできるので、特にこういろんなアングルで撮影をされる人だったりだとか、まあ、こう Vlog を中心にこう撮影をする人とかは結構便利なんじゃないかなというふうに思います。僕も実際あの家の中でこういろいろと動き回っていろんなアングルで撮りたい時にはもうこれは本当に楽なんですよね。この移動のしやすさっていうところと、あと高さの微調整が簡単っていうところは実際にあのこの三脚ドリポットを使っている YouTuber さんは結構絶賛していたポイントではあったんですけど、まあ個人的にですね、このドリポットと相性が悪い人っていうのもやっぱいるというふうに思いまして、狭い空間でどうしても撮影をしなきゃいけないという人ですね。僕の部屋の広さは4畳半ということで、まあ、そこまで広くはないんですよね。でそこにこういろいろ家具を置いてるところなので、あのこのドリーポットが自由に動き回れるメリットを享受できるほどの広さではないんですよ。そこまでこうキャスターで移動する余地がないと言いますか、この自由度の高さがあまり意味がないとなると、まあ、正直このドリポットは三脚にしては高すぎるんですよね、値段が。まあ、こう自由に動き回れて、かついろいろとアングルを変えたりといったこう構図をたくさん撮るような方にとっては非常に、有用な三脚というかアイテムなのかなというふうに思います。あまりこう普通に使うアイテムではないんですけれども、高い買い物だったのでここで成仏させてください。はい、ということで一つ目はドリーポットでした。続いてはファッションアイテム編です。まずはこちらの腕時計からご紹介していきたいと思います。最近購入したブラウンの腕時計になります。まあ、ブラウンというと日本ではひげ剃りのイメージが強いかなというふうに思うんですけど、実際は北欧デザインで、非常に有名なメーカーです。でブラウンの時計というとウォッチというよりはクロックの方が有名だと思います。グレー一色だったりブラック一色だったりに、イエローのラインが入ってるあの時計ですね。僕はどちらかというとウォッチに惹かれていて、その中でも、少し自分らしさのあるこう一色ミニマルという感じではなくて、むしろこうマルチカラーでちょっとアクセントにもなってコーデにも馴染むような、アイテムを見つけたのでこれを、購入しました。まあ、見ていただければわかると思うんですが、文字盤の、ボディの部分はシルバーで、ベルトはレザーブラウンですね。ブラウンの茶色のレザーになっています。中の針は、ブルーとイエローですね。マルチカラーで結構派手めになりそうなところをデザインで、シンプルにまとめ上げてるのはやっぱりさすがだなと思いつつ、そういうところに惹かれて今僕も購入しました。ちょっとつけてみよう。よいしょ。はい、こんな感じです。で僕はファッションアイテムの中でもですね、結構この腕時計っていうのが好きなんですけど、自分なりにどういう腕時計が好きなのかなというのをこう考えてみたら、まず文字盤が少し大きめで存在感があるというところで、かつ、中のデザインがですね、文字盤の中のデザインが情報量は比較的多め、こうのっぺりしすぎていない、このブラウンの時計も、まあ、色が3色ぐらい使われていたり、あとメモリもちゃんと60個刻まれてたりっていうところですね。
でもごちゃつきすぎていないっていうような、こうなんか絶妙な塩梅の時計が好きなんだなというところを、まあ、この時計を探している中でなんとなく自分の軸として気づきました。でもう一つこの時計気に入ってるのが、時間が全然ずれないんですよね。これ時計としては当たり前っちゃ当たり前の機能なんですけど、僕が持ってる腕時計やっぱりなんかこうずっと使っているとちょっとずつ時間が遅れていったりするっていうことがあったんですけど、本当に最初に設定した時間から全くずれていないので、これで見た時間がそのまま自分で信用できるっていうのは一つ大きいですね。パッと時間見た時に確実に正しい時間が表示されてるっていうのは、まあ、自分の中で安心材料になります。はい、ということで、まあ、ファッションアイテムとして、腕時計ブラウンの、ウォッチになります。そしてあと2つのものに関しては以前の動画でも紹介したアイテムになります。1つはこちらですね、ムジラボのクルーネック T シャツです。あれから何回か着てみてもやっぱりこう生地の光沢感っていうのは非常に自分の中でこう何か着ていて楽しいようなアイテムですし、あとやっぱりシルエットですね、このゆるいんだけれどもこうだらしなくならない絶妙なバランス感がすごく気に入っています。値段も抑えめなのが嬉しいですね。で今回購入したこのムジラボの、クルネックティーは、以前まで着ていたこのユニクロ U のオーバーサイズクルネックティーというのと、まあ、買い替えるような形で購入しました。これ3年間ぐらい着てましたね。ずっと使ってました。なのでもう結構生地も、まあ、ヨレヨレというか古くなってきたし、色もかなり褪せてきてますね。それだけ、まあ、夏場結構この3年着倒してたなというふうに思います。皆さんはどのくらいの周期で服とかを買い替えてますか？まあ、ここまで僕も長いこと着た服は他にはそこまで多くないんですけど、お気に入りをこうして使い込んでいけるっていうのは自分の中で良かったなというふうに思います。まあ、これがクルーネックティーの代替わりでした。そしてもう一つもまた、ムジラボのアイテムです。これも、代替わりという形で、購入しました。ベージュの、ワイドテーパードパンツになります。これもまたシルエットがすごくいいんですよね。なかなか安価なブランドにはないような結構ワイドめに、太もも周りとかお尻周りが取られているにもかかわらず、足元に向けてこう急激に、すぼまっていくようなもうこうバルーン状のシルエットがこうものすごく気に入ってます。ベージュっていうベーシックな色なので普段のコーディネートに合わせやすいんですが、まあ、シルエットでちょっと変化をつけてなんとなくこう個性がにじみ出るようなアイテムになってます。でこれもですね、まあ、代替わりということでこれ3年間ぐらいこれも使いましたね。ユニクロ U のワイドテーパードパンツと、選手交代ということで今後はこちらを履いていこうというふうに思ってます。まあ、このムジラボの2アイテムについては以前の Vlog でより細かく見ているのでぜひそちらをご参照ください。ということでファッションアイテムに関しては、先ほどのカットソーパンツ、そしてこのブラウンの腕時計になります。続いてはインテリア関連のアイテムを2つご紹介します。こちら、はい、ウォールクロックです。壁時計ですね。でさっき腕時計の時にちょっとごちゃついてた方がいいとか言ってたんですけど、それに対してこちらの壁掛け時計についてはめちゃくちゃドシンプルな、デザインになっています。ハウスドクターという海外の、ストアで購入して、まあ、届くまで1週間ちょいぐらいかかったかなというような壁時計です。これただシンプルなわけではなくて、これ裏見てもらえればわかると思うんですけど、コンクリート製なんですよ。なので今片手で持ってますけどめちゃくちゃ重いです。そんなコンクリートに真鍮部分の針がついているような、すごくねモダンなデザインの壁掛け時計になります。質感も相まって本当にいろんなテイストのお部屋に合うような時計になっていると思います。僕の部屋は比較的こうモダンでかつ、まあ、和風なテイストもちょっと入ってるのかなとは思うんですけれども、そんな中でもしっかりと馴染んでインテリアコーディネートの中で、まあ、こう中和しつつも存在感のあるようなアイテムになってるかなというふうに思います。でまあもうお気づきかと思うんですけど、こやつからは時間を読み取れません。はい、もうメモリも一切ないですし、正直大体の時間みたいなところも確認しづらいです。でかつ正直何よりの欠点だと思うのが、これちゃんと電池入る場所はあるんですけど時間が全然動かないんですよね。針が動くは動くのに全くこう1分単位というかちゃんとした時間で動かないんですよね。ただまあ僕は
もともとそもそもインテリアとして購入というか、あの時計としての機能をそんなに要求していなかったのもあるし、まあ見た目として結構置いておくだけで非常にこういい感じだなというところもあるので、まあそこまで気にしていないですけど、やっぱちゃんと動いてほしかったな。時計として購入することはおすすめしません。あくまでも僕の部屋でもあのオブジェクトとして置いてあります。まあ個体差かもしれないんですけど、一個体でもこんなものが送られてくる可能性があるということだけはあの重々理解していただければと思います。僕はセールの時に購入したので 20% くらいオフになってたかなと思います。まあそういったタイミングを見計らってぜひね、あの購入してみてください。うん、デザインはいいんですけどね、時計としては0点です。続いてはこちら、はい、ジョーロになります。まあ、見慣れている人もいるかもしれません、3リットルの、ジョーロです。まあ、僕の部屋にあるこのアマゾンオリーブとかに水をやるときに使うんですが、これも直近の Vlog 見ていただければわかるんですが、あの最近このアマゾンオリーブが、結構ね根詰まりを起こしていて、鉢の植え替えを行って一回り大きい鉢にしたんですよね。まあ一段階ジョーロもまた大きいものということで、こちらのアイテムを購入しました。で、まあ、何よりの魅力はやっぱりこのコンパクトなフォルムですね。何もこう水を入れていなかったり使っていない時はこの厚さにとどまるんですね。だいたい何センチだろう、まあ、だいたい5センチくらいの厚さで、まあ、収納することができます。で、まあ、水をやるときにはこちらもこうパッと展開して、でこう回転させてこうやって、水をやることができると。使うときだけこうやって展開して、で厚みが出てっていうのは本当に機能美っていうのを体現しているようなアイテムかなと思います。ちなみに水はここから入れられます。サイズは2サイズあって、3リットルとあと6リットルですね。このアマゾンオリーブだけだと1回の水やりに1リットルくらいしか使わないので、本当にあの大掛かりに植物を育てているような方向けではあるんですけれども、でもあの先ほど言ったようにこう機能とデザインっていうのがすごくマッチしているようなアイテムなので、そういったところが気になる人はぜひ購入してみてください。はい、ということで2つ目のインテリア関連アイテムはジョーロでした。じゃあ最後2冊の本をご紹介したいと思います。じゃあ最初こちらから、まあ、雑誌ですね、僕がよく読んでるカーサブルータスという、まあ、インテリア関連の、本の、まあ、特別編集版ということで、テーマが収納上手の整理術ということで、まあまあまあ、 あの本当にハイセンスな方々の家でのこう収納術というところを結構ねいろんなところでインタビューされて、まあ、まとめてある、雑誌になります。まあ、これ特別編集版ということで、まあ、毎月あの発売されているカーサブルータスの、まあ、ちょっと保管版みたいな感じになります。これと同じテーマで去年の6月くらいにもあの発売されているんですが、まあ、そこのインタビュー文と、まあ、さらに新しくインタビューされている人が半分くらいなんで、まあ、約2倍くらいのボリュームになって、この収納術みたいなところにフォーカスしている雑誌です。あんまり収納好きじゃないなとかインテリア興味ないなっていう人にもぜひ見ていただきたくて、あの結構分かりやすくポイントが書いてあるんですよね。ただただこうセンスでどうにか片付けようという話ではなくて、しっかりこう使えるライフハックとして、いろんなヒントが隠されているので、これぜひ中身読んでいただきたいと思います。あの以前収納術というところで動画を撮ったんですよね。あの隠す収納っていうところにフォーカスしたんですけど、それになんか僕がちゃんとこう向き合えたのもこの雑誌のおかげで、あの見せる収納って流行ってるじゃないですか。ただなんかあれ僕は甘えな気がしてるんですよね。生活感をいいように言い換えてるだけなのかなというふうにも思っていて、僕はあんまりこうもともと飾る用途ではないものを飾るのが好きじゃないんですよね。でそれをこうなんかこの雑誌で再認識できたというか、ようやく自分の中で、あ、自分は隠す収納の方が好きなんだなというところをこう、認識できたようなあのきっかけとなった本でもあるので、見せる収納こそむしろセンスが必要だと思うんですよね。なので見せる収納あんま得意じゃない、好きじゃないという方は、まあ、これとか見ると、ね、結構あのヒントが隠されているのでぜひおすすめです。そしてもう一つがやけに硬い本に見えるかもしれないんですが、働く君に伝えたいお金の教養、人生を変える5つの特別講義ということで、あの最近僕ちょっとマネーハックみたいなところが、まあ、勉強というよりは普通にあの楽しくてハマっていて、
まあ、こう初心者向けにいろいろとおすすめされているような本5冊6冊をとりあえず全部買ってみて、これが一番とっつきやすいし分かりやすかったんですよね。中身として非常にこうパラパラと読み進められるような本になっています。こういったお金とか、まあ、ビジネス書とかも全体的にそうなんですけど、こうやけに抽象的で、なんか本当にもうマインドだけでなんか全部どうにかしなさいというような内容の本と、その対極にもう完全に個人の経験ベースでもうひたすら具体的に僕はこれをやりました、でその次これをやりました、そしたら成功しましたみたいな、こうそれは真似できないよというような、あまりにも具体的すぎるような内容だとか、この抽象と具体のバランスってすごく難しいと思うんですよね。でこの本はそのバランスが一番ちょうどいいところにあって、自分がどう行動すればいいのかっていうところが分かりつつも、ただこう考える余地も与えてくれるような本で、例えばですね、まあ、それこそなんでこう自分たちはお金に対して不安なのかっていう、結構こう抽象的な概念的なことを話しつつも、じゃあ皆さんがやることは、まあ増やす、貯める、使う、この3つに限られますと。でどうやって使っていくべきなのか、貯めるためのコツみたいなところは何かっていうところまで結構細かくね、ガイドしてくれるんですよね。他に読んだ本と比べても最初の一冊としては非常にこれが僕の中では読みやすいし、今後も何回も読みたいなと思えるような内容でした。まあ、大学生の自分として、まあ、特にねおすすめできるような本です。まあ、ちょっと最後ビジネス臭くなってしまったんですけど、でもこの2冊ぜひ読んでみてください。はい、ということで、4月に購入したアイテムの中で、特におすすめしたい8つの購入品をご紹介していきました。僕基本的にはこう値段的な意味での大物は月に1つまでっていう風に一応ルールは決めてるんですよね。ただ、まあ、今月はちょっと実物に触れてしまったとか、なんかこういろいろな要因があって、まあ、まずこのドリーポットとこのブラウンの腕時計と2つ購入してしまったので、まあちょっと今月は自転車操業気味にはなるかもしれないんですけれども、そんな中でもこう引き続きいろんなものとか情報に触れつつ、こうした形でご紹介していければなというふうに思いますので、まあ、今後ともぜひよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは他にも、ライフスタイルや大学生活関連、様々な動画を載せているので、ぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。以上、なごみ家でした。では